王子。早上好。おはようございます。中午好。こんにちは。晚上好。こんばんは。今回もいろんな初めて体験します。みゆのはずらじ。はずらじ。りゆ、りほー。今日もりゆっていこう。中国出身の歌手、そしてコスプレイヤーのりゆです。さて、前回お知らせした通り、今回のはつらじにはゲストの方が来てくれました。りほ、声優そして歌手の二宮ゆいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、もしかして、あの、初めて私以外の、うん、あのゲストさんからリーがもらいました。ありがとうございます。よかった。ありがとうございます。はい、二宮ゆいさんは現在20歳。2018年にアニメ、はい、アイカツフレンズ日向エマ役で声優デビュー、そして2020年にはランチスからアーティストデビューもしました。あ、いや、同期ですね。そうです、うん、お互いになんて呼び合いますか。お互いにりゆちゃんさん。あれ、記憶がちょっと、当日何呼んだったっけ。確かに、もうあのね、2年前とかに、そうです、最初、そうですね、開催したランティスのニュージェネレーションライブでご一緒させていただきまして、はい、ね、そうです、うん、今日はですね、うん、実は2回目。そうなんですよ、2回目。2回目なんですけれども、初対面じゃないけど。そうです、でも結構前だから、うん、お互いの読み方今作ろうか。確かに、うん、そうしましょう。どうしたい。りゆちゃんはいつもどんな風に呼ばれてますか。りゆちゃん。でも最近ちょっとりーちゃんとかもありましたけど、じゃありーちゃんって呼ぼうか。え、ありがとうございます。逆にこっちはゆいちゃんでどうですか、うん、ぜひ。おー、お願いします。決まりました。決まりました。はい、ニュージェネレーションの時に、うん、なんかどんな印象だった。はい、私、私は、うん、私から見たりーちゃんはもう衣装とかもキラキラしてたから。そうです、そうです。キラキラで可愛いっていう光のオーラを感じましたよ。高評価。え、逆にどうでした。え、なんかね、あの、会った時に、うん、あの楽屋一緒じゃないですか、うんうん、座りも隣だから、うんうん、あの、紹介された時、え、この人制服着てるって思っちゃって。そう、そうだそうだ、そう、今年、高校卒業って言われて、うんうん、18歳、おー、すごいって。そうです、こういう印象だった。いや、嬉しい。でも確かにあの時はまだ高校生だったから、はい、今もう20歳になりました。うわー、そしてね、あのライブの時も、うん、なんか制服着てるんですけど、うんうん、歌がすごい芯が強くて、聞いた時本当にかっこいいなって思っちゃってて嬉しい。そうです。で、うん、そんなレベルメイトのゆいちゃんと、うん、今回はこんなことをやります。私が陰キャと思う時。ゆいちゃんがね、11月3日水曜日にリリースする新曲、うん、ダークシックスライト、うん、この曲はね、あの闇陰中二に入れ込んだ作品になっているそうなんです、はい、さらにゆいちゃんが陰キャのカリスマをわあキャッチコピーに活動しているということで、ゆいちゃんと私がそれぞれ私陰キャだなと思う時を話していきたいと思います。はい。陰キャのカリスマっていうキャッチコピー、ちょっと
恥ずかしくなってきてるんですけどね。いやいや、もうなんかね、あのキャラがすごい、キャラ性が強いですよ。いやいや、なんかね、あの、うん、前日のインスタライブで、うん、最近覚えた日本語は何ですかって、うん、いきゃって普通に言ってて本当に最近覚えてて、そう、あのこのゆいちゃんのね、あの、うん、アンケートをもらった時に、うん、陰キャ何ですか、普通にマネージャーさんに聞きました。で、そうですね、ちょうどインスタライブのところなので、うん、いや陰キャ、そうですね、なんか実はこの、うん、ゆいちゃんが本当に陰キャの、うん、なんか一番詳しいかなと思って、陰キャって、そう、どういう感じだろう、陰キャって、そうだな、なんかこう自分自身がそっち側の人間だから、うん、説明するのが少し恥ずかしいんですけど、恥ずかしいか、でも、うん、そうだな、やっぱりこう人とちょっと人見知りとかの人は、はい、やっぱ陰キャっていうか、なんかこうクラスの、あの、うん、中心の輪とかに入っていけないみたいな、うん、いやー、でも私グループみたいな、私初めてゆいちゃん会った時、うん、なんかおとなしいの、なんか可愛い女の子だけと思った、いや、なんか陰キャなんか全然、あ、いやでも今陰キャのキャラが入ってます全然、いやでも嬉しいです、そう言ってもらえて。はい、それでは、うん、せーので発表しましょう。はい、はい、私が陰キャと思うとき、せーの、 A 型に一人で入れない。あれなんか入れない、聞こえないかぶっちゃったから。なんて言った？私は入ったことないお店に一人で入れない。入ったことないお店、あ、初めて入るお店に、うんうん、例えばこう、うん、チェーン店、はいはいはい、あのいっぱいある、うん、まあ、カフェとか、はい、たくさんある系列店がいっぱいあるところは、うん、なんかなんとなく仕組みが分かってるから入れるけど、うん、あの本当もう個人で一人でやってますみたいなお店に一人で入れない。あのどの店でもなんか初めてだったら人に連れちゃうしかないですかね。はい、この間もこう自分で美味しそうなご飯のお店見つけて入ろうとしたんですけど、入るところが2階で入りにくくて、日うわ、そうですね、どうしようってなって、2階だったら本当に入りづらいですね。なんか看板も何も見てないから。そうなの、そうですね、でも私は映画館に一人で入れないです、うん、なんで、なんか映画館、なんか一人で、うん、映画館に行って映画見ることがなんか考えたことないというか、なんか映画館が一人に行くと、うん、まあいいか、行かないの方がいいと思うになるんですよ。そうです。そうか。はい、なんか映画館に一人に行くと、うん、なんかさらに寂しい感じが溢れてしまうのですよね。まあ、確かに、なんかこう一人で席について、そうです、周りはみんな一緒に来てるのにみたいな、これは嫌なんです。確かにちょっとわかるかも。はい、ではもう一ついきましょう。はい、私が陰キャと思った時、せーの、みんなの前でこれやって言われると困る、ちょっと長いです私は。はい、あれ、なんて言いましたか。私は会話の、うんうん、まあ、会話に入っていけない、あ、なんかこう自分からこう、うんうん、一緒に話し始めるのは大丈夫なんですけど、うんうん、あの例えば他の人たちが複数でこう話してるところに途中から私も混ぜて入れてみたいなのができない。なんかね、あの1対1だったらまだいけそう、うん、でなんか
3人以上だったらラジオ止めてガシって感じで、そうそういう感じ、わかる、なんか分かってくれた、うん、なんか嬉しい、なんか隣の2人とか3人ですごいわちゃわちゃ、なんかちょっと詳しくないのことが言ってる時に、うん、あ自分の立場がちょっとどこにいますかとそう思うんですよね、わかります、そういうことです私はみんなの前でこれやって言われると困るなんですよ、うん、はい、なんか いろんな人なんか親戚とか、うんうん、なんか新年の時に囲まれた時とか、うん、なんかあ歌歌ってとかダンスやってとか言われると、えやりたくない確かにそれは、そんな言われるんだ、そうです、家族から、はい、大変なんかあのダンス練習したんでしょ、うん、歌練習したんでしょ、うん、やってみてみたいな、やばくないですかちょっとやりたくないですやばくないですかは確かにそうやばいですねはい、そっか、まあでもすごいわかるな、りーちゃんのその言ってたことが、なんかあの友達でもなんかパーティーみたいな、うんうん、みんなと一緒に遊んでる時に、うん、急にあえゆうちゃんなんか歌歌ってね、うん、あ歌ってよとか言われると、うんうん、もう無理あちょっとわかるかも、無理はい、これはもうねお互いに、うん、お互いにって言っていいのかなえお互いにいいんですかね、ああ いいんでええそうです、時々いいんですいいんですはい、それではここでそんな陰キャなゆいちゃんの新曲をお届けしましょう、はい、今回11月3日にリリースさせていただくんですが、この曲はテレビアニメ世界最高の暗殺者異世界貴族に転生するのオープニング主題歌にもなっています。闇や陰な部分をこう全力で注ぎ込んだ楽曲なので、ぜひぜひ聴いてもらえればなと思っております。それでは聴いてください、二宮ゆいでダークシークスライト。不平等な性を睨み合う密かに連れてったフリースタッフ共演の正義のヒーローは独占を謳歌している腰入れた未来のあり方名誉と生分の愛情こぼれた命に意味を探し全部が落座で中国であれば神様一人そう幻想イメージを手の砕けて腐り果てたアフォニズム純粋観念の思想気がつくのも何もかも逆さまの世界だったんだ生き
Word。 はい、お届けしたのは二宮ゆいさんでダークシークスライトでした。いやーなんかね、あのなんかこの曲始まった瞬間に、あーなんかなんかゆいちゃんが急に貴族になったみたいんで、すごいなんか上品な感じ、うわーって、うわ、そう本当に異世界に行きました。嬉しいです。かっこよかったです。ありがとうございます。はい、では改めてゆいちゃんからお知らせをお願いします。はい、11月3日水曜日に両 A 面シングルダークシークスライト三分的ライフが発売いたします。こちら3形態での発売となっておりまして、なんと3形態別にカップリングの曲が入っておりますので、計5曲リリースとなっております。詳しくは公式ツイッターやランティスホームページなどで、ご覧ください。よろしくお願いします。はい、皆さんぜひぜひチェックしてください。はい、そして私からもお知らせです。2022年2月9日水曜日にファーストアルバム For You をリリースします。収録曲ルルカは今を先行配信しているので、ぜひ聴いてください。さらに2022年2月11日金曜日にパシフィコ横浜国立大ホールにてリーユファーストコンサート2022を開催します。ファンクラブ選考もあるので、詳しくは公式サイトをご覧ください。さて、次回の配信は11月5日金曜日の夜7時からです。次回もゆいちゃんと一緒にお届けしますよ。そして、水槽さんからいただいたメールも紹介しますので、ぜひぜひ聞いてください。ということで、ここまではリーユーと二宮ゆいでした。またねー。